五度一発ピースばらまくよう始まりました。今日はですね2月25木曜日です。おはようございます。最近ですね何話していこうかなって思ってるんですけど、今日はですねバンフォーレ甲府のですね28日日曜日のジェフ戦のスタメンをですね、もう煮詰まった、もう決まったぞと俺の中であるんで、それを発表していきたいと思います。はい。そうですね、まあ去年ね、キーパーは岡西が、まあ、ずっと出てたんですけど、まあ、仕上がりの精度とか顔色見てるとですね、川田が今年もやるんじゃないかなと思う。帰ってきた川田みたいな感じですね。キーパーはですね、まず川田ですね。まず川田です。そして、真ん中、スリーバックですね。真ん中、オミ。で、左、メンデス。で、右がですね、前回誰だとかって、金井かなとか思ってたんですけど、金井はもう一歩前で出る選手だったんで、ここはですね、キャプテン、新井ですね。新井はここ2年ぐらいですね、全然調子が上がらないというか、まあ髪の色は変わって目立つんだけど、プレーがなんかなみたいな、ちょっと調子悪いなみたいな。だから今年はですね、ちょっとね、気持ちが違うんじゃないかなとか思ってて、まあ今年にかける思いみたいなのをちょっと感じたんで、まあキャプテンですし、まあなんていうのかな、大舞台とかそういうところで緊張しないですね、あの人は。うん。なんで、新井を、使います。はい。で、これ、あくまで僕の予想なんで、まあ、当たってる、当たってない、関係ないですけど、とりあえずそれでいきます。で、ボランチはですね、ダブルボランチで、やっぱ一人は中村亮太郎ですね。やっぱ去年一番成長した選手なんじゃないかなって、僕の中で思ってて。で、まあ、去年、確かジェフ戦で点取ってますよね、多分頭で。はい。なんで、コーナーから頭だっけな。まあ、なんか、ぶち込んでますよね、亮太郎。で、まあ今年もジェフ戦、こういった多分ジェフ今年注意に属すると思うんですけど、そういうところにやっぱ勝っていかないといけない。うん、そういうところでやっぱ亮太郎の頭とか高さとか彼はですね、やっぱセンスがいいんですよね。うん、とりあえずボール出し能力もありますから、やっぱ彼みたいなやつがボランチにいるとやっぱ。攻撃も活性化させられるというか、まあ亮太郎はだけどディフェンシブだな基本的には。うん、だけどセットプレーになると前に出てくるみたいな、うん、まあそんな感じですね。で横にはですね、やっぱいろいろボランチ候補はいるんですけど、まあ金井とかかなと思ったんですけど、ここ秀丸ですね。やっぱここやっぱりその東京FC 東京上がりっていうのもあってサッカーうまいっすよ、やっぱ秀丸は。なあ、去年ちょっと脳震盪とかもあって、まあ満足いくシーズンは送れなかったんですけど、彼のポテンシャルからしたらですね、今年は間違いなくやってくれると。実力とか、まあ、プレーの精度っていうのは確実なものを持ってるんで、最後の方すごい良くて、もうなんか武田と同じぐらい走ってたんじゃないかなっていう。だから秀丸と亮太郎でここがっちり真ん中固めるみたいなな感じで秀丸です。そして左に、泉さんですね。まあこのやっぱ彼一人で作れちゃうんですよね。左サイドを多分制圧できるんですよ。だけどそのやっぱ補佐役で、去年はまあ内田がいたんですけど、まあなんか去年なんか最後の方内田と泉さんがあんまりうまくいかないというか、内田もやっぱ出る機会がちょっと少なくなってたんですよね。だから左サイドはアーリークロスで行くのかとか、泉沢のドリブルで行くのかとか、この2個の武器があったんですけど、それがなんかうまく回らなくて逆になんかギクシャクしちゃったみたいな。甲府の左サイドはですね、今年はまあノツダと泉沢の横に補佐としてノツダつけるんで、でこの2人で崩していく、うん、これがなんか狙いな気がします。そしてまあ右側には荒木を置いて、やっぱ中にも切り込める、で縦にも蹴る、やっぱりダッシュの数、キャンプの最初の方にやるやつあったじゃないですか。あれでやっぱり荒木とか 2,3 年連続チャンピオンじゃないですか。やっぱ人時空力とかその瞬間ダッシュ力とか持ってるんですよ。でフィジカルも相当硬いもの持ってるんですよね。だから稲垣翔みたいな
感じですかね。まあ、あんな感じで成長していくんじゃないですかね。まあ、稲垣も最終的には多分代表入ったのかな。まあ、代表候補ぐらいまで行く逸材ではあると思うんですよね、荒木。うん。まあ、左のキックの精度とかよりは、彼はとりあえず今は、サンフレッチェに行った、まあ、柏とか、稲垣とか、あそこら辺の動きを真似するじゃないけど、ああいった感じの選手になっていく方が、もっともっと成長するんじゃないかなっていう。左足一本でやってきますとか、そういうタイプではないですね。はい。で、そして、まあ、右ワイドというか、ツートップに近い感じなんですけど、そこ、まあ、トップ下みたいなシャドウ、うん、ここに、三平を置きます。三平。で、おそらく33歳ですけど、運動量は、まあ、そんな落ちてないと思うんです。で、やっぱり、何シーズンか、J1 とか J2 とかでもですね、2桁取ってるんですよ。やっぱ、2桁取れる、シーズンで2桁取れる、得点取れるやつっていうのは、まあ、それなりにやっぱ価値あるし、実力はあるのはもうお墨付きなわけですよ。うん、で、なんか、一人でドリブルシュートとか、そういうのじゃないじゃないですか、J リーグって。なんで、まあ、センタリングに合わせるとか、まあ、抜けてったところにスルーパスで合わせるとか、まあ、ワンタッチシュートとかも多分上手いんで、三平を先発で使いたいです。で、一番最、トップは、まあ、有田ですね。これは、まあ、外国人選手がまだ追いついてない、まだ日本に来てないっていうのもあるんですけど、彼が、まあ、やっぱ一番前で前線で、チェイシングしてって、どん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 、ボールコースを切っていくっていう、まあ、今それできるの多分彼ぐらいしかいないんで、まあ、高さで、去年は、勝負して、金園とか、ハーフナマイクとかいたですけど、結局それって甲府のサッカーには合ってないんじゃないかなっていう。それだったら、オミからの一発のスルーパスとか、去年の愛媛戦だったかな、オミから抜け出したドゥドゥとか、まあ、あんな感じのことをやりたいと思うんですよね。オミが出るってそういうことなんですよ。オミはラストパスも出せる選手なんで、そこと息が合う選手っていうと、今、セレクトできるのは、まあ、有田ですね。まあ、長谷川とか、もういるんですけど、鳥海とかもいるんです、鳥海とかもいるんですけど、まだちょっと、まだその、まあ、キャンプだけぐらいじゃ、ちょっとまだそこら辺の連携は取れないんじゃないかな。まあ、有田っていうのはやっぱ J2 でもう愛媛とかでも何年もやってる選手なんで、そこら辺は分かってると思うんですよね。だから、オミからのパスで一発で抜けるっていう。まあ、その感じで、やっぱりですね、有田、三平、中村、両太郎あたりが点取って、2対0、3対0ぐらいで勝てるんじゃないかなと思っています。で、最後守備固めで、もしかしたら小柳あたりが出てくるかもしれないですね。そうですね。関口とかいい選手いるんですけど、まだかなみたいな、もうちょい欲しいかなみたいな、うん、で2期とか、まあ怪我人も何人かいると思うんで、そこら辺はまた新たに入ってくると。で、まあ先発が岡にでも全然いいと思います。川田のちょっとちょっとダメなポイントというのは、そのリスタートが遅いんですよ。それはスローインするわけじゃなくて、ボールセットして足で蹴る、あそこの精度が遅いし、ちょっと精度がなっていう。岡西は、鳥かごっつって、5人ぐらいでボールを回して、中に、そのボールを奪う選手がいるっていう、なんかサッカーでよくやる、ゲームみたいなのがあるんですけど、岡西って、その5人の中に入ってても、ガンガン回しちゃうんですよ。で、足元の技術とかはもう半端ないんですけど、まあ、やっぱりジェフ戦でちょっと、去年やっぱセービングのミスというかキャッチミスとかもあったんで、今回はまあやっぱちょっと違うのかなって。他にちょっと上がっちゃうんじゃないかな、ちょっと上がり症になっちゃうんじゃないかなみたいな。まあ去年の勢いそのままだったら、まあ他にでも全然大丈夫なんですけど、今年はちょっとなんか心機一転的なところから川田なんじゃないかなって思ってます。まあ今日こんな感じでですね、まあ10分近く喋ってますけど、ヴァンフォーレ甲府好きなんで、まあ喋ってます。で、いろいろみんなも、あると思うんですね。あ、俺はこう思う、こう思う、みたいな。それはね、全然、いい意味で、僕に言ってくれていいんですね。それは違えだろっていうんじゃなくて、これ、こうだからこうじゃねみたいな。とか、そういうのだったら、全然コメントとかも余裕で返したいし、もっとヴァンフォーレのことも、このチャンネルで喋っていきたいんで、
皆さんもなんかコメントとかあったらください。で、そうですね、3月、まあ1ヶ月後ぐらい、ホーム開幕、それはもうぜひ行こうと思ってるんで、その時は、あったらよろしくお願いします。その時にはですね、登録者数もですね、2000人ぐらいに乗ってたら、ちょっと俺もヴァンフォーレのこと喋ってるなんて言えるのかな、みたいな。まあこのままじゃちょっとまだ恥ずかしいんでね、もうちょっと、登録者数増やしてですね、個性に行きたいと思います。今日はそんな感じでヴァンフォーレ甲府の最終的なスタメン発表でした。これからもヴァンフォーレ甲府応援よろしくお願いします。劇作家とかいろいろなサッカー雑誌とかネットとかでヴァンフォーレ甲府は今年強いんじゃないかと、だいたい1位2位で上がっていくんじゃないかって言われてます。本当に強いと思います。毎年毎年メンバー変わるけど、毎年どんどん強くなっていくもんなんですよって思ってるサポーターとしてはね。だから今年もね、絶対諦めない試合をいっぱい俺たちに見せてください。ゴドイバス、ピースバラマーク。